本項目では、和歌山県日高郡南部町内に所在する99王子について述べる。詳細は99王子を参照99王子とは、熊野古道、特に黄色、中辺地沿いに今する神社のうち、主に12世紀から13世紀にかけて、皇族、貴神の熊野参りに際して、先達を務めた熊野主元の手で急速に組織された一軍の神社を言い、 三景者の守護が祈願された。しかしながら、1221年の上級の乱以降、景からの熊の参りが下火になり、そのルートであった黄色が衰退するとともに、後輩と退転が進んだ。室町時代以降、熊の参りが、かつてのような卓越した地位を失うにつれ、この傾向は、一層進み、近世紀周半の手による検証も行われたものの、勢いをとどめるまでには至らなかった。 さらに、明治以降の神道の国家神道化とそれに伴う、合子、死街化による廃絶などにより、旧社地が失われたり、否定地が不明になったものも多い。本記事では、これら99王子のうち、和歌山県南部町に否定地がある王子を扱う。南部町内の99王子は三社。岩城王子西岩城川の川口近く、海岸に面して、岩城王子の社地がある。 和歌山県成績は現在地を挙げているが、貴族風土器、黄名所図へは、東岩白川の南寄りの浜辺にある天神社を、社主とする。近隣には、有馬の巫女の古事にちなむ家碑がある、県指定史跡。中浮の天人2年10月21日上、藤原定家の熊野道行間武の県人元年10月12日上に、記述が見られ、社殿に、 産経の人々の名を書き連ねたり、和歌を奉納したりしていたことがわかる。また、平家物語巻十二は出家した、平これ森が、高野山から熊野に向かう途中に立ち寄ったとある。1909年に、近隣の西岩白八幡神社に合祀された。しかし、合祀に関係した者が病に倒れたため、ご神体を旧社地に戻し、養廃所にしたと伝えられる。 地里王子岩城王子と地里王子を結ぶ三景道はかつては海岸図体であったと伝えられるが今日では侵食のために通行不能である国道42号線南側の住宅地の中を抜けて地里の浜に面した地里王子にたどり着く境内には加山の院の下避があり隣には千里館の恩寺がある県主定史跡1九0年に近隣の須賀神社に合志されたが 社殿は良好な状態で残されている。合祀された御神体24体も1945年の春にすべて復旧したという。最人不詳、本事物として如意林観音を祀る。地里の浜は中世熊野見行きには幅広い砂浜であったが1331年の地震で地形が変わってしまったと伝えられる。県指定史跡、南部王子地里王子から JR の線路沿いに進み、高架をくぐって、南部峠の緩やかな登り坂を登り切ると、南部峠の石仏が待っている。そこから峠を降り、南部川を渡って、南部駅のへ向かう街路の傍らに、南部王子がある。県主定史跡。中浮き10月12日上に、南、梅山のふもとにある王子社で砲兵をしたとの記事がある。他、熊野道行きまきに、 みなべ王子との記述が見られる。1877年に、千里王子と同じく、須賀神社に合祀された。須賀神社はさらに1909年に、鹿島神社を合祀して、鹿島神社に改称している。鹿島神社の社殿は、王子社の旧社殿を移築したものであるという。境内には、小栗方眼ゆかりの小栗井戸が残されており、また数多くある巨石の大半は、板状外場で、 南部王子の神宮寺であった安養寺から鎌倉時代以降に移されたものである。鹿島神社は南部駅から南東約700メートルほどのところにある。そこから海岸に出ると2キロメートルほど沖合に鹿島という島がある。この島の形が3つの鍋をひっくり返したように見えることから南部の地名の由来になったと伝えられる。南部峠の地蔵南部峠の地蔵南部峠の 安部に祀られた石仏。南部峠は、明治初期までこの地域の交通の要衝で、その名は古くは、藤原忠しみの1109年の三景期に、南、梅山の名で登場する、石仏の存在に関する書質は、原禄年間に表された、知識、機南語を知るべきである。石仏は、地蔵菩薩で骨折に霊言があるとされることから、骨継ぎ地蔵とも称される。ありがとうございます。